はい、もちもち TV のもちです。嵐アニバーサリーツアー 5x20 4月14日の名古屋ドームの公演ですね。ついに行ってきました。もう嵐のライブ初参戦ということで、まあやっと当たったなっていう感じなんですけど、まあやっと当たったなって言っても、まあ割と早めに当たった方だとは思うんですけど、まあファンクラブに入ってから。まあそれでもやっと行けたなって、まあ感覚的にはそんな感じですね。で、話したいことがもうありすぎて、もう何から話していいのかわからないんですけど、まあとりあえず順番を追って話していくことにしますね。まあとりあえず会場に着いたのが、まあ結構油断して、まあ1時間半前ぐらいに着いたんですね。だいたい15時からの公演だったんで、まあ、13時半ぐらいに着いたんですね。で、それでまずグッズ売り場に行って、まあ、グッズ買えるかな、まあ、大行列になってたらどうしようって思ってたんですけど、なんかそもそもグッズ売り場がめっちゃあって、いや、こんなにグッズ売り場あるってぐらいグッズ売り場があって、まあ、それでただでさえ結構余裕で買えたんですけど、なんか新しいグッズ購入システムのスマートなんちゃらって、まあ、名前ちょっと忘れたんですけど、スマートなんちゃらってやつで、あらかじめクレジットカードとかを登録してたんで、まあ、それでスマホで欲しい商品を操作して、まあ、QR コードを店員さんにピッて読んでもらって、もう一瞬で買えましたね。まあ、なんていう画期的なシステムなんだって思いましたね。だからまあ、グッズ売り場の中に入ってから、まあ、購入して出てくるまで、まあ、3、4分ぐらい、まあ、ほとんどタイムロスにはなりませんでしたね。まあ、それでグッズ売り場がたくさんあるあまり、スマホで操作して、まあ、どの商品にしようかなって迷ってるのに、店員さんが、まあ、早く来てくれ、早く来てくれ、みたいな、こっちは暇なんだ、みたいな、ちょっとプレッシャーを受けて、まあ、ちょっと商品を選ぶのに焦りましたね。まあ、それで買ったグッズは後で紹介するとして、まずライブなんですけど、まあ、まず席ですね。席は、まあ、スタンドの、まあ、一塁側の、まあ、35列目でしたね。まあ、欲を言えばアリーナ席が良かったんですけど、まあ、全体の多分1割2割ぐらいだと思うんで、アリーナ席って。まあ、ほとんどの人が頭はスタンド席だと思うんで、まあ、スタンド席の中でも、まあ、可もなく不可もなくっていう、まあ、それぐらいの位置でしたね。でも僕が座ったその35列目が、ちょうど前が通路になってて、で、僕の左側も通路になってて、なんか周りにちょっとスペースが広がってて、まあ、なんか快適な空間でしたね。でも、ただ前が通路なんで、で、左がすぐ、僕のすぐ左が階段なんで、僕の右から左を通って、で、階段を登ってく人たちの荷物が、もうガンガン足にぶつかってきましたね。まあ、それでいよいよライブの話なんですけど、まずこのペンライト、まあ、2500円のペンライトが、を席と連動させるシステムが、まあ、これすごいなって、まあ、すごいよく考えられた演出だなって思いましたね。まあ、とにかくほとんどの人が、まあ、ペンライトを買ってるんで、そのペンライトと席を連動して、まあ、ドーム全体が輝く姿が、もう本当に、もうそこらのイルミネーションより綺麗というか、なんか本当に圧巻、もう綺麗すぎて圧巻でしたね。まあ、あとはオーロラビジョンが、まあ、とにかく大きすぎて、まあ、びっくりしましたね。あんなに大きいオーロラビジョンを見たのは初めてなんじゃないかなって思って、まあ、パッと見た感覚としては、だいたい50メータープールを真横にして、まあ、スクリーンにしたみたいな、まあ、それぐらい、まあ、もしかしたらそれよりもっと大きいのかなって、まあ、近づいたらもっと大きいのかなっていう感じなんですけど、まあ、だいたいそれぐらいの感覚でしたね。で、そのオーロラビジョンに映される映像も、まあ、ただ嵐を単純に映してるだけじゃなくて、まあ、その CG だったりも演出もすごい凝ってて、その映像だけでも、まあ、見応え満点だなっていう感じがしますね。まあ、それで嵐も、まあ、なんかいろんなどこの席の人にも見やすいように、まあ、いろいろなところに移動してくれるんですけど、まあ、上下の移動とかもあるんですけど、まあ、それで嵐が、まあ、僕の視野から、まあ、左側に嵐の5人がこうやって歌ってたりしてた時に、まあ、右側にオーロラビジョンがあって、まあ、本当に左側に嵐がいて、右側にそのオーロラビジョンのなんか素晴らしい映像が流れてて、まあ、どっちも見たいのに、まあ、どっちを見たらいいんだっていう感じになりましたね。まあ、どの映像も素晴らしかったんですけど、まあ、僕は特に良かったなって思うのが、果てない空の、まあ、雨の演出の映像が本当に綺麗だな、本当に雨が降ってるみたいで、まあ、素晴らしい、美しいなって思いましたね。で、僕は嵐、まあ、全体が好きなんですけど、まあ、若干ニノ寄りなんで、まあ、ニノを結構見てたんですけど、まあ、ニノの、まあ、髪を振り乱して歌う姿もなんかかっこよくて印象的でしたし、で、果てない空の歌の大部分をニノがソロで歌ってたんですけど、まあ、それもなんか魂がこもってる感じで、まあ、素晴らしいなって思いましたね。あとはニノと相葉ちゃんがもう絡み合うダンスがあるんですけど、まあ、そのダンスをやってくれたんで、まあ、生で見れたんで、まあ、それが良かったなっていう感じですね。まあ、あの二人はなんかライブ中も、まあ、抱き合ったり、なんかわちゃやってて、まあ、楽しそうで、まあ、いいコンビだなって思いますね。まあ、それで MC で、まあ、桜井くんが、まあ、プライベートでここ1ヶ月で、まあ、2回名古屋に来てるって言ってて、あ、2回も名古屋に来てんのかって思って、まあ、僕地元が名古屋なわけではないんですけど、まあ、僕もコナンカフェとかで名古屋に行ってたり
きたんで、うわ、タイミングが被ればなって思いましたね。まあタイミングが被ったところで、まあ行き先が被らないと、まあ桜井くんに会えないんですけど、あ、なんかちょっと惜しいなっていう気持ちになりましたね。で、桜井くんといえば、もう桜井くんがもうピアノを演奏するシーンがあるんですけど、そのピアノがもう本当に素晴らしいというか、あんなに上手いと思ってなかったんで、もうびっくりしましたね。で、松潤が指揮をやる曲もあるんですけど、まあそれも素晴らしいし、まあ大野くんは大野くんで、相変わらず歌もダンスもまあ素晴らしいなと思って、まあ大野くんのフリートークも MC の、まあ、スイーツ部のトークも面白かったし、もう本当に、まあ何をとっても素晴らしいというか、本当大満足の内容でしたね。で、最後の5人の挨拶の時に、まあ一人一人挨拶していくんですけど、また特に印象に残ったのが、まあ相葉ちゃんが活動休止になっても、またこの5人でまあ戻ってきて、嵐の旋風を巻き起こしたいって言ってる言葉が、本当に頼もしかったですね。まあ相葉ちゃんは嵐が本当に大好きだって言ってたんで、まあその辺、まあ相葉ちゃんの言葉にはなんかファンをなんか喜ばせてくれるというか、なんかファンが期待してる、なんか求めてるコメントを言ってくれるなっていう、そんな感じがしますね。まあそんな中でも、まあ唯一残念だったのが、まあ一番最後の曲がまあハピネスだったと思うんですけど、まあその後に松潤が俺らの名前は嵐っていうところがあるんですけど、まあみんなで声を揃えて嵐って言うんですけど、まあそこの時にまあ帰ってる人が結構いて、なんでそれに気づいたかっていうと、まあさっきも言ったんですけど、まあ僕の前が通路で、まあ、すぐ左がもう出口だったんですね。で、ガンガンそこを人を横切ってきて、あ、松潤が最後俺らの名前は嵐っていう時にこんなに帰るなよと思って、まあ、そこはまだいろよって思いましたね。はい、それで買ったグッズを紹介したいと思うんですけど、まずはこれですね。まあ、ピンバッジですね。まあこれは会場限定で、まあ名古屋限定ということで、まあ名古屋限定で、まあここに後ろに名古屋って書いてあるんですけど、まあこれがまあ今回は紫ということで、まあこれは絶対欲しいな。まあこれが一番グッズの中で欲しいなと思ってて、で、これを買って、まあ、お一人様5個までということで、まあ、これは5個買おうと思って、まあ、5個買ってきました。で、続いてはこちらですね。ペンライトですね。まあ、これは席と連動させなきゃいけないんで、まあ、絶対これは皆さん買ってほしいと思うんですけど、はい、部屋を暗くするとこんな感じで光ります。なんかこの光を見てると、ちょっとライブのシーンを思い出しますね。まあ、これが赤で、これが青で、青綺麗だな。これが緑で、これが黄色で、これが紫で、で、これが白ですね。あ、なんかこうやってやると本当綺麗ですね。あ、なんかこれ本当に真っ暗の中にこうやって置いてるだけで、なんかちょっとライブを思い出すというか、なんかライブの雰囲気がちょっと蘇ってくる、そんな感じがしますね。はい、で、当初は、まあグッズはこれだけしか買うつもりはなかったんですけど、まあなんか行ったらやっぱ欲しくなっちゃって、まあ、買っちゃったんですけど、まあミニトートバッグですね。このミニトートバッグを買いました。なんかこれ結構なんかお弁当とかそういうのを入れるのにちょうどいいんじゃないかなっていう大きさなんで、あ、これは使えるなと思って、大きいトートバッグと迷ったんですけど、まあ大きいトートバッグはまあ持ってるなと思って、このミニトートバッグにしましたね。これもなんともシンプルなデザインで、これは普通に使えていいんじゃないかなって思いますね。はい、そして続いては小物入れですね。まあこれもなんか小物を入れるのに、なんか小物って何なんだっていう感じなんですけど、まあとりあえず小物を入れるのにいいかなと思って、まあ買いましたね。まあこれも普通に使えるデザインで、まあこの 5x20 っていうこのロゴがちょっとかっこいいんですよね。まあこれに釣られてやっぱ買ってしまいましたね。で、続いてはハンドタオルですね。まあこのハンドタオルもこの 5x20 っていうこのロゴが、まあかっこよくて、まあ買ってしまったんですけど、まあ普通に、まあ実用的に使えるアイテムなんで、まあこれは買いましたね。はい、続いてはこちらですね。ストラップですね。まあこのストラップは確か300円ぐらいだったと思うんですけど、あ、安いなと思って、あ、こんなに安いなら買っとこうと思って、まあ安さのあまりついつい買ってしまったっていう感じですね。まあでもこれも何かにつけれると思うんで、まあこれも何かにつけたいなと思います。はい、グッズは以上ですね。まあなんだかんだ、まあ1万円ぐらい使ってしまいましたね。今回初めて嵐のライブに行ったんですけど、本当に素晴らしい内容で、まあ僕が今喋った程度の内容ではもう10分の1、100分の1ももう伝えきれてないと思うんですけど、まあライブ DVD は発売したら、まあ絶対買おうと思いましたね。まあ来年ライブをやるのかわかんないんですけど、もし来年ライブがあるようなら、まあ何としてでも当てたいなって思いました。まああとは今年もワクワク学校の開催が、まあ決定したみたいで、まあ一緒にやるのがまあ平成ジャンプということで、まあこれもチケット争奪戦というか、まあ当たるのかどうかっていう感じなんですけど、また今年も当てられたらなーって思いました。まあ行きはなんとかなったんですけど、まあ帰りは結構まあドームから出た瞬間に、まあ雨が結構降ってて、まあ今びしょびしょに結構なってるんですけど、まあとりあえず今日はお風呂に入って、まあゆっくり寝たいと思います。はい、以上、もちもち TV でした。